一分バイパス第二半那道路を南向きに撮影一分バイパスは奈良県伊駒市内を南北に結ぶ国道168号バイパス。伊駒山地と八田丘陵の合間を国道168号、立田川近鉄伊駒線に並行して南北に走る。昭和42年度に都市計画が決定し、昭和59年度に事業化、昭和60年度より、 用地着手を開始したが、買収交渉が難航した。平成3年度に着工し、平成19年度全線開通した。歩道が未整備な部分の多い国道168号の渋滞解消、自転車、歩行者の安全を目的に整備された。関西文化学術研究都市、第二半那有料道路へのアクセス道路にもなっている。大東、大橋西詰交差点により開始し、 一分ランプ交差点で第二半な有料道路の高架橋と交差、名畑駅北側で近鉄生駒線の高架橋と交差、東生駒1一丁目交差点にて168号に合流する。前線片側に車線の道路となる。生駒市は高度成長期より大阪のベッドタウンとして宅地開発による人口増加が進んだ。168号は交通量が増加し、 1997年には、第2版の有料道路が開通した。1984年に事業化が決定したが、用地着手は進展せず、1997年時点で、用地買収は計画の7割にとどまっていた。事業者は1分ランプ以北の部分共用開始を目指したが、通学路の自己増加を懸念する、地元 PTA が、県に中止要望書を提出する事態が起きた。 2000年までに1分ランプから北方へ420メートルを供用開始し、同年9月生駒市議会の3会派が現地時に早期完成の陳情書を提出した。2001年には1分ランプマイナス中、名畑一丁目北間が通行可能になった。2002年10月には生駒市議会が早期整備の要望を国土交通省に提出した。 またバイパス工事に伴って、生駒市消防本部南文書が2004年に移築された。整備開始から23年経った2007年10月31日に、大東大橋に沈めから1分ランプ間中名畑一丁目北から東生駒マ一丁目間が共用開始し、全通した。は、接続道路を示す。バイパス周辺は、住宅地、山林、田園が広がる。 一部は、くぬぎせい、しなどその名の由来に諸説があり、有馬の巫女の屋敷、修行の家があったと伝わる地でもある。また、バイパス近隣一帯のいこまには行基が、現明天皇から与えられた土地であり、彼の墓が、百合町の竹林寺にある。各航空区域。ありがとうございます。